キツネ1号さんメガホンを3個プレゼントしました。メガホン3個ありがとうございます。これフェリー屋久島2、鹿児島から屋久島に行くフェリーらしいよ。これフェリー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 。キツネ2号さんいいね。キツネ1号さん、屋久島に行きたいな。屋久島ってどういうとこなの？屋久島って。屋久島ってどういうとこなの？何があんの屋久島って。何か映せるもんがあったんやけど、映せるもん何もないな、これ。フェリー映したところでやろう。これ何、どうしたらいいのこれ。なんかないの？キツネ2号さん、フェリー乗ろう。乗ったらあかんやろ。乗ったらあかんやろ。3時間後に人狂うてんのに、フェリー乗ってどこ行くのよ。あかんあかん、フェリー。でもこれは天文館に車止めた方がいい？ちょっと天文館行く？キツネ1号さん、屋久島は森の中をかなり歩くらしいよ。え？屋久島森の中をかなり歩く？どういうこと？森があるの？屋久島なのに、島の中に森があるの？でもでっかいよね、あのフェリー。フェリーでかくない？フェリー、屋久島。かなりでかいよ。屋久島って何があんの？めっちゃでかいねんけど、あのフェリー。サンフラワーみたいな、サンフラワー並みの、なんかもう、キツネ2号さん、ドルフィンポートやん。ドルフィンボート、ドルフィンボートって何？ドルフィンボートって、そうそう、さっき言ったドルフィンボート、どこにあんの？どこにあんのよ、ドルフィンボート。どこにあんのさ、ドルフィンボートって。何なの、ドルフィンボートって。どういうこと？ドルフィンボートが何かがわかんない。どうしたんやこれ。キツネ2号さん、目の前。え、目の前ドルフィンボート。どれ目の前って。目の前ってどれドルフィンボート、どれどこに書いてる、そんなドルフィンボート。キツネ2号さん、飲食店がたくさんある。あー、それのこと？あの、これやん。これ何の建物って言ってた。これがドルフィンボートっていうところ？マジでそれ、マジで打てる？これそうやで。これ建物いっぱいあるよ、ここに。ほら。ちょっとだけ、何て言うの？景色いいけど、パトカー来たよ。キツネ2号さん、そう。パトカー来たよ、パトカー。パトカー来てるよ、パトカー。キツネ2号さん、ミニ。ほら。これ。あ、めっちゃ食い物屋あるやん、これ。めっちゃ食い物屋あるけど、あ、ほんまにドルフィンボートって書いてあるわ。ドルフィンポートね。これ、駐車場どこにあるの、これ。キツネ3号さん、インスタ映えしそうやな。ドルフィンポート、あ、そうね、インスタ映えしそうね。ちょっと、写真撮っとこうか、これ。キツネ2号さん、ドルフィンポートも何回も行った。あ、マジですか。ドルフィンポートね。はいはいはい。これは女の子好きそうな感じよね、この辺は。女の子は好きそうな。いかにも、そもさん、セッパーぐらい。いかにも。種子薬香炉って何？何にも、こっち側何もないのに、こっち振ったらもういきなりこんなんなんだけど。ちょっとライト消そう、これ。これはライト消そう。なんかすごいあれよ、あの車来てるよ、車。あ、人入ってもた。人入ってもらうから人入らないで。この角度よし。よし、人の入らないこの角度。いいね。いいね。これインスタ貼っとこか。これいいね。これ今インスタにアップしたらどうせまた配信切れてブチブチ怒られるから。いいね、これ。うん、いいよ。でももうこれで終わりなんだけど、僕どうしたらいいの？港食堂。
トカーパトカーパトカー、鹿児島県警鹿児島県警パトカーパトカー、どうしたらいいのこれ。マール寿司メッケモン、キツネ3号さん飯食ってけ。一人でこんなとこで、一人でマジで言ってる、こんなとこでこんなおしゃれなとこで一人食べるの。あ、向こうにもなんか、向こうにもなんかある、ちょっと向こうも見に行こうか。キツネ2号さんメッケモンうまいぜ。あ、マジでメッケモンってうまいの、マジで。キツネ2号さんミニは公園、ミニ公園やね、公園やけど、これは誰もセックスしてないやろ、寒すぎて、寒すぎて、これはカーセックスしか無理だろ、こんなところ。山の方行ったらどこでも、もうこんな田舎だから山の方行ったらどこでもカーセックスできるからな、これラブホ行かんでも、うん、ラブホ行かなくてもカーセックスできるから、うん、カーセックスしまくりやろな、こんな、うん、僕ならカーセックスしまくるよ、だって国道3号線やって、初めて見た、国道3号線、国道3号線やって、マジでか、3号線っていう国道があったんやな。狐2号さんカーセックスできるとこ多いよ。ねえ、カーセックスだらけでしょこれ。あ、これさっき見たとこやん、これ。なんかフレンチレストランとかなんか看板あるわ。これがドルフィンポートやったんや、マジか。タリーズコーヒーとかね、鹿児島ラーメン、ガリュー風、何がうまい言ってたかな、昨日なんかがうまい言ってんけどな。でも一人で食べに来るのはあれやから、ちょっとこれは一人で食べたらなんかあれじゃない。こうなやっぱ狐2号さん見に行かないの。右行くの、マジで右行った方がよかったの、右行った方がよかったの、ちょっと右行くの。じゃあここで展開しようか、右の方がいいな。こっちの方がいいの、こっちだ。マクドナルドあるよ、うん、マクドナルドあるよ。キツネ2号さんまっすぐ行けば飲食店町や海水浴場もある。マジでこっちに飲食店街があるの。なんかここもイルミネーションある。何、イルミネーションだらけやな。キツネ3号さん不審者丸出し。鹿児島のくせにイルミネーションだらけやな。鹿児島の分際で、鹿児島のくせに。福屋、仕事が早い。福屋工務店、仕事が早い。え、ないよ。え、何もないよ。海水浴場ってどこ？キツネ2号さん、鹿児島おバカにすんなおっさん。いや、バカにはしてないですよ。キツネ3号さん、トムには会うの。トム？トムには会うの？え、どういうこと？トム？え、トムさんって鹿児島じゃなくて沖縄じゃないの？トムさんって鹿児島なの？で、というか僕がそんな大手の方と会えるわけないじゃないですか。これか飯屋さんがいっぱいある。焼肉鍋島とか、とんかつ、え、じゃあとりあえず五平とか、ふくふくラーメンとか、18番カラオケ、モスバーガー、とんかつ、うん、ベイサイドゴルフアリーナ。狐一号さん、稲子に会ってみたら。稲子に会ってみたら、なんか名前聞いたことあるな。会ってくれないでしょ、だってそんな大手の方は、ね、国道10号線やって、10号線も初めてらしいわ。3号線っていうのも初めて見たけど、10号線も初めて見たわ。うん、ちょっとやばい方向へ走ってないこれ。まあまあナビがこっちでもええ言ってるか、こっちでもええけど、ちょ
遠回りやけど、もうこれで橋渡って左曲がって戻っていく感じやな、これ。ここに海水浴場があるのね。はいはいはい。あ、書いてあるわ。何これ、磯ビーチ、磯ビーチ。あ、ここめっちゃマンション建ってる。この先天国です。ここ左めっちゃマンション建ってますやん。何これ、何ここだけ都会出た。森永、森永、これパチンコ屋でしょ。森永ってでっかいパチンコ屋でしょ、これ。そう、団地みたいなの建ってるよ、ここ。ほら、まんまや。これ見て、団地じゃない、これ。団地のようなマンション建ってるよ。すっげーでかい。でもこの団地の手前に一軒家がポツンと、一個だけポツンとあんねんけど。何これ、団地の横に一軒家ポツンとあんねんけど、すごくない、この一軒家。狐2号さん、ここを右。ここ右、右へ行くの、右へ行くの。でも真ん前見たらなんとか山公園って書いてるよ。本日の場所を述べていくコメントなどですね、皆さんにも知ってほしいと思います。フリースクールってどんなスクールなんですかね。すごいな。今、まあ、前半鹿児島なに、すっげえもっと田舎や思ったけど結構栄えてなくない？やっぱ鹿児島市内はまだ栄えてるよね。いや、 もっと商店街閉まってて、もっと何もさびれてもうダメなんちゃうんっていうぐらい思ってたけど、鹿児島中央駅のおかげか知らんけど、この辺栄えてるよね、めっちゃ、うん、これはこの辺では商売でけんわ、これ、うん、枕崎港とかだったらすごいなんかもうさびれてるからあの辺の土地やったらいくらでも買えそうな勢いやったけど、この辺はちょっと狐2号さん、鹿児島市だけは生えております。これね、ほんまね、鹿児島市だけは栄えてるよね。だけは本当に、うん、国道10号なんてかっけ、これすごい、このマンション、ごっついマンションよ、これ。リゾートマンション、これ。普通のマンション、もう分からんけど、ほら、鹿児島、じゃあ対馬10なんとか層、何よ今の、分からん。狐2号さんで知らんは、知らんなんか何にもないよ。山やで、知らんなんか。知らんなんか山やで。知らんの昔、塩屋っていうとこがあって、そこは海やったけど、知らんなんて、あの山やで、あれ。こんなとこにホテル、ラブホあるやん。何これ、ラブホ。なんていうの、ホテル、これ。わからんかった。ラブホの名前わからんかったわ。ちょっとやばくない、これ。わ、うわ、これ何も見えへんなった。いきなりやばくない、これ。ちょ、何にもなくなってもた。これやばい、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 これやばい。これはやばいぞ。店も何もないぞ。これやばいぞ。これやばいぞ。これ。あかん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 。どんどん何もないとこ行ってる、これ。大丈夫。何もないとこ行ってる、これ。何もないよ、これ。真っ暗真っ暗真っ暗。これやばくないこれ。街灯が一応あるけど、これやばくないこれ。大丈夫これ。大丈夫。うわ、めっちゃ左急に曲がる。何これ。何でこんな急に曲がるの。狐二号さん、磯海水浴場。あ、マジ？海水浴場ここにあるの？もや、中川家、ちゃんぽんの店、中川家があったね中川家って、めっちゃ混んでるやん。何急に混んでるで。キツネ2号さん、右が海水浴場。右が海水浴場、あんま磯交番前って書いてあるわ。異人館なんかあんの、異人館なんかあんの、こんなとこに。こんなとこに異人館あんの。神戸にもあるけど、何どこでもあんの、異人館って。あ、これ海のあれやな、横の。グランビュー磯、グランビュー磯、ロックのマンションがあるわ、このとこに、うん、これ何？なんかピカ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 って電気ついて、これ何？これ何屋さん？これ桐原家。狐三号さん、中分けが中川家に喜ぶな。中分け、どういうこと？どういうこと？両棒持ち店、何それ。ちょっとコンプレックスだとかそういう精神的な苦痛から少しずつ離れることができました。あ、なんかある、なんかあるぞ、なんか召し上がるぞ。鹿児島大学抵抗、何これ。狐二号さん、この先左に行けば町に戻れる。あ、戻れるのね、戻
屋台村行く。屋台村行くって言われてんけど、屋台村ってどこ？屋台村行くっていうことは、それは来いってこと？それとも屋台村行くから屋台村には近寄るなってこと？よくわかんないんだけど。やっぱね、あるよね、意思疎通が難しいよね、年の差と何、その、いろいろで難しいよね。天然すぎるからよくわからんねん。天然よねって言ったら、何天然って何みたいなこと言われる。狐二号さん、屋台村は鹿児島中央駅の目の前だな。中央駅の目の前、ああ言ってた言ってた、そうやそうそう言ってた言ってた。ってことは僕もそっちへ戻ってうろついたろかな、スネークしたろかな。 お姉ちゃんスネークしていい？お姉ちゃんスネークしていい？来るって言われた。いる間は知らんぷりする。キツネ2号さん、屋台村いいぞ。いとこおる間は知らんぷりされたら嫌やろ。いとこおる間知らんぷりされて来るってどういうこと？行っても知らんぷりされるんでしょ僕。一人で屋台村行くの？僕屋台村いいぞ。いやいいって昨日聞いてたけど、うん、まあいいんですけど、どうしようかな。何食べたらいいの？ほんで何だったら鹿児島料理なの？さつま揚げ以外でお願いします。さつま揚げとカツオのたたきとボンタン飴以外でお願いします。鹿児島空港にあるボンタン飴の CM の宣伝のパン、ポスターのお姉ちゃん可愛いねんけど、女子高生役の子。キツネ2号さん、屋台村行けばわかる。屋台村行けばわかる？京都の屋台村やったら行ったことありますけど、あんな感じ？だってそんなところで一人飲んでても美味しくなくない？狐2号さん、屋台村行けば何でも揃ってる。一人で屋台村って寂しくないですか？一人でおる？そんな江戸時代の中村門戸じゃないんだから。ね、蕎麦屋みたいなところでこうかけそば食うてる中村門戸じゃないんだから、どうしようかな。どうしようかな。どうしたらいい？どうしよう。どうしたもんかな、これ。どうしたらいいやろ。お腹はぼちぼち空いてきたんですけど、そんなにがっつりお腹空いてないのよ。体調不良で。でも先生とすればね、生き姫のことはもうびっくりしますもんね。まあバイアグラ飲んだね、日のあと2、3日、いつも体調おかしいんだけど、本当に。下痢したり、吐き気し、催したり、胃もたれしたり、もういつも死にそうなんだけど、これ。酒飲んだらもうすぐコテン寝てまうし、記憶飛ぶし、何もやる気なくなるし、倦怠感あるし、何なの、本当に。バイアグラやばいよね、バイアグラ。もうバイアグラ毎日2錠ずつ飲んで、もういって心臓破裂しようかな、パッシャーン。パッシャーンっていきそうやねんけど、ほんまに。そもそもバイオグラってあれでしょ、心筋梗塞の人の薬でしょ、これ。血流がある人の血流をよく無理やり良くするための薬でしょ、こんな。やばくない？昨日もずっとギンギンやったよ。息もせえへんのにギンギンやから、余計立ち悪いねんけど。最初痛かったもん。痛い痛い痛いと思って。どうしようかな。ラーメンも微妙やな。焼き鳥でもええねんけどな、別に。一人で焼き鳥でもいいか。電車走ってる。電車走ってる。あ、ワンマン2両でワンマン。すげえな。満員やったで電車。電車満員やったよ今。2両でワンマン電車やったけど。
通勤電車あれ大変やな。7時前に通勤電車とかもうしんどいわ。あんなもう無理だわ。もう鹿児島に住んでなくて本当よかったと思うのは、あの何通勤とか通学は僕絶対無理、 100% 無理だわ、うん、もう行かなくなるわ学校。無理だもん、しんどいもん、うん、無理無理無理。朝もそもそも起きれないのにね、その学校なんか通る。何これ左。キツネ2号さん、通勤は車でいいだろう。あ、まあまあ通勤は車、うん、でもいいけど、でも通学はほらね、高校の時とかは、まあ僕はもうあの何禁止されてる原付の免許パパと取って原付でね、堂々と制服で原付で近くまで行ってね、ヘルメットカバンの中入れてね、お前なんやそんなカバン言われて、え、何がですか、これラグビーボールですよってわけのわからんこと言ってね、うん、で次の日やばいからと思って原付にメットひっつけといたらメットだけ見事にパクられとったけどね、クソ近代生が僕のあの原付からメットパクりやがって、クソ近代生ね、クソ近代生なんかもうクソやから近代生ボロカス言うたん。どうしようかな飯も。マジでどうしたらいい、これ飯。飯どうしたらいい。パチンコはもういいわ。パチンコは来た。そんなんコンビニで弁当買って部屋でこう立ってね、楽しくもなんもない、眩しいなこいつ。何しようなやつ。なんでこんなとこで曲がったん、クロット。あ、展開したのか、これ。わからん。多賀山公園、東郷平八郎銅像。何東郷平八郎って誰？東郷平八郎って何さん、誰さん、何したい人これ。東郷平八郎。東郷平八郎ですよ、東郷平八郎。わかりませんのに死ぬほど東郷平八郎できるし、何行こうかな。うわ、なんか50キロって書いてある道路に50キロ50って書いてあるけど、書き方がすごいよね。どんだけでかく50って書いてある。50キロも出せる道路でもないねんけど。キツネ4号さんは同じ九州にいると思うと憂鬱 W。 どういうこと、憂鬱ってどういうこと、なんで、え、なんで。狐二号さん、東郷平八郎、日本の幕末から明治時代の薩摩藩士。あ、そうなの、薩摩藩士なの、マジでか。で、薩摩藩士って何薩摩藩士って何、薩摩藩の武士。東郷平八郎の乱みたいなのあった、もしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、もう長すぎだ、もうダメだ、もうダメだわ、もうダメだわ。ここどこ、上本町、いや上本町なんで、これどこで上本町やのホテル飾り屋ホテル飾り屋、すげえな、呼べんのこれ。キツネ2号さん、日露戦争では連合艦隊司令長官として指揮を取り、日本海海戦での干渉により英雄し。あ、マジで。え、でも日本が勝ったって日本人は英雄ししてるけど、日本人が英雄ししてるってことは他国から見たら敵なんでしょ、悪い人なんでしょ。あ、西郷隆盛あるぞ、ここに、ここ右行ったら西郷隆盛あるぞ、ちょっと西郷隆盛行く、白山の方行ったら西郷隆盛あるぞ、西郷隆盛、あー枕崎方面へ左方向です。その先右方向です。なんかここ右曲がったら西郷隆盛って書いてたから、右に曲がる方向に行っちゃった。まっすぐやのに帰んの。狐二号さん、城山からの眺めはいいぜ。それ見に行く。西郷、え、西南戦争の、狐二号さん、城山にも登ろうぜ。何これ、西南戦争の縦断跡っていうのが右側にあんねんけど、何これ、この何コンクリート、これその西南戦争の縦断跡が何
ついてんのこれ。お右の石垣みたいなやつ。城山入り口の交差点の、北西側に石垣みたいなのがあるんだけど、そこに西南戦争の銃弾跡っていうの書いてある。どれが銃弾跡？分からんわ。西南戦争って何？ところで。西南戦争って何よ？いつよ西南戦争って。西南戦争の時の銃弾ってどんなんよ？どんなん？丸いの？でかいの？長いの？尖ってんの？磯街道。磯街道ストリートって書いてあるんだけど、これ直訳したら磯街道街道やん。磯街道道やん。キツネ2号さん、1877年。1877年って何年前？140年前。僕生まれてないんだけど。140年前なんか僕生まれてないんですけど。そんな140年前生まれてない時の話されても僕分かんないんだけど。どんな銃弾？どんな弾？砲丸弾みたいな。これ、まあ、何で曲がってきたの？危ないな。なんか鹿児島の運転もなんか荒いよね、みんな。狐二号さん、1877年、明治10年に現在の熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県において西郷隆盛を名手にして起こった士族による武力反乱西南戦争。え、誰と戦ったのそれ？え、西郷隆盛と誰が戦ったん？西南戦争の西っていうのは西郷隆盛の西？ってことは西南戦争のなんて南原清隆のなん？西南戦争？南原清隆と西郷隆盛の戦争？違う。違う。ちょっと違う。狐2号さん、明治政府の勝利。明治政府って誰？これ狐2号さん、明治政府との戦争。あ、右やった今んとこ。マジか。あ、でもこっち展望台って書いてある。こっち行こうか。え、展望台ってこれ？え、どこ？展望台ってどれ？これ曲がってみようか。これもう向こう行ったらおかしいだろ。あ、なんかあそこにイルミネーションされてる。なんかイルミネーションされてるぞ。イルミネーション。明治政府のどこにも西南って出てないやん。明治政府、西南。西郷の西と、何これ？ナインズ。何屋さんこれ？キツネ2号さん、そのまま登れば OK。あ、このまま登ったらいいの？なんかすごいイルミネーションしてる普通の家があってんけど、何屋さん？あれ何なの？普通の個人の家やのにイルミネーションしてたよ。すげえな。なんか団地、あ、普通の家とかあるやん。あ、この辺のワンルームとか。いや、そうやなやつ。今なんか下着干してるワンルームの部屋があってんけど。これ、あ、西郷隆盛像撮影所。何、西郷撮影所って何？どこにあんの？え、どういうこと？え、どういうこと？どうしたらいいのこれ？まだ上登れんのこれ？どこ行っちゃうのこれ？どこ連れて行かれちゃうのこれ？ちょっとやばくないこれ？ちょっとすごい山ですけど、屋久杉工芸品。山の奥入ってきちゃいましたけど、これ。狐二号さん、城山。え、これ大丈夫？これ狐2号さん、もうすぐ石仏なんとか13体。何あれ、ちょっとこれパワー、ピーピー。
を通して